どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、東京目視禁止症がですね、10万ポイント付与プランっていうのを出しておりますので、本日はこちらの解説ね、やっていきたいなと思います。ということで今回ですね、こちらの10万ポイント付与プランっていうのは7泊以上ね、宿泊すると10万ポイントをもらえるということで、めちゃくちゃお得なね、プランがですね、先日ね、ツイッターでね、話題になっているんですよね。で、まだね、年内探せば利用することがね、できるって形になっておりますんで、マリオットボンボーホテルポイントね、欲しい方、またね、宿泊実績欲しい方、まあ、ステータスね、維持されたい方ですね。またですね、プラチナチャレンジね、予定している方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。ということで、東京目視禁止症のこちらのプランですね、マックスドリームボーナスディールということで、10万ポイントボーナス1滞在あたりっていうのがね、あると思うんですけど、こちらのプランでございます。先ほどもね、言いました通り、こちらね、7泊以上でね、利用していただくと、このプランがね、利用することができるということで、マリオットのね、検索画面で7泊以上ね、設定していただいて、東京目視禁止症ですね、こちら検索していただくと、こういった感じでね、出てきます。で、こちらはパソコンの画面なんですけども、マックスドリームボーナスディールということで、10万ポイントボーナスポイント1滞在あたりということで、平均宿泊料金は 18,150円ということで、合計ね 127,050円ですね。こちらのプランですね、こんな感じで出てきます。これかなりすごいですよね。7泊すると127,050円で宿泊することができて、10万ポイントがね、稼げるっていう感じなんですよね。いや、これね、本当にすごいですね。で、こちらやっぱりね、すごいということで、この動画が出る、9月の24日、日付が変わったぐらいにですね、コミュニティ欄で私発信したんですけども、こちらね、少し値段上がってるんですよね。私がコミュニティ欄で発信した時はね、11万円ぐらいだったと思うんですけども、ちょっとね、値段上がっております。まあ、それでもね、長くね、利用できて12万円で、しかも10万ポイントもらえるということで、かなりすごいですよね。で、今現在ですね、Q3 のね、プロモーションもやっておりますんで、プラス1500ポイントもね、もらえますし、またね、SPGアメックスでね、決済していただければ、ね、さらにポイントプラスということで、いや本当にね、これ何なんですかね、急に出てきて本当にびっくりしたわけなんですけども、かなりすごいですよね。ですので、こちらね、利用されたい方はですね、ぜひね、今すぐですね、検索していただければなと思います。でですね、やはりね、このプランすごいということで、どんどんね、年内刈り取られておりますので、私がね、動画を作っている今ね、朝の10時ぐらいなんですけども、まだね、探せば全然出てきます。ですけども、ちょっとね、根気が必要ですので、7泊で1日ずつね、ずらして検索していただくとね、出てくるかなというふうに思いますので、ぜひね、根気よくね、検索して利用ね、していただければなと思います。でですね、マリオットボンボーホテルね、優勝で予約する際はですね、トップキャッシュバックね、こちらありますよね。ちょっとめんどくさいかもしれないですけど、こちら経由していただくとね、今 7% とかね、多分そのぐらいでキャッシュバック受け取ることができますんで、こちら12万とか行くとね、7% でも結構な額っていう風になりますんで、ぜひね、経由して、予約していただければなと思います。いやいや、ちょっとめんどくさいよっていう方はですね、公式サイト概要欄にね、東京目視のね、入れておきますので、そこからね、検索していただいて、利用してみていただければなと思います。でですね、こちら7泊で127,050円ということで、まあこれだけでもね、十分お得はお得なんですけども、こちらのオファーですね、皆さん覚えてますかね？私動画にもさせていただきましたけども、SPGアメックスでね、マリオットボンボーホテルね、利用していただくと、オファー来ておりますよね。5万円利用すると1万円キャッシュバックということで、今回ね、こちらの禁止症のプランが127,050円ということで、こちらで利用していただくとね、2万円キャッシュバックっていう風になりますんで、こちらね、107,050円でね、利用することができるんですよね。それでね、10万ポイントをもらえて、7泊ね、利用することができるっていった形になるんですよね。いや、これね、ワーケーションとかね、できる方だったらもう本当にかなりいいですよね。ということで、ぜひね、検索してみていただければなと思います。ということで、今回ね、東京目視禁止症ホテルの10万ポイント付与プランですね、解説させていただきましたけども、このプランはね、7泊以上で入力していただかないと出てこないっていった形になりますんで、ぜひ7泊以上ね、入れていただいて、検索ね、してみていただければなと思います。こんな感じでね、出てきますんで、これが出てこなかったらですね、残念ながらもうその日は刈り取られてるっていう風になりますんで、根気よく検索してみていただければなと思います。
思います。でですね、このプランなんですけども、年内もそうなんですけども、来年以降もね、こちら予約することができるんですよね。ですので、もう今年のねステータス実績とかもういらないよっていう方はですね、来年のね検索とかもねぜひしてみていただければなと思います。こちらねキャンセルもね3日前までね利用することができますので、気軽にね予約入れることもできますし、マリオットボンボンホテルっていうのは例年ですね2月から4月末ぐらいまでですねキャンペーンをね入れてくる傾向がね毎年ありますんで、今年のね頭にもありましたけども、宿泊実績2倍ポイント2倍のね Q1 グローバルプロモーションありましたよね。あれも2月から4月の末ぐらいまでねありましたので、2月から4月の間にね入れていただくっていうのもね悪くないかなと思います。でキャンペーン出なかったらねキャンセルしてしまってもねいいかなっていうふうに思いますので、こういった感じでもね利用することができるっていう形になりますんで、私もね2月から4月の間にねちょっと入れようかなというふうに思っております。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますんで、チャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。